地上7メートル、なかなか高いですね。まるで空での大冒険。地上7メートル、全長200メートルのアスレチックを楽しめる施設、空かける。名前の通り、空での大冒険にチャレンジできる施設です。次の一歩が進めないかもしれませんね。夏休みで海外の赴任先から兵庫に一時帰国している古本さん一家。大丈夫？怖い？できる？怖いけど抱っこやったらできる。抱っこではいけないよこれ。初めて空かけるを体験するということで密着させていただきました。頑張ります。アスレチックは4歳からチャレンジ可能。体験を通して家族の絆や思い出を共有できます。ただ高さは7メートル、人が怖いと感じやすい高さに設定しています。4歳の末っ子ななみちゃん、途中でギブアップして降りることもできるのですが、泣きながらもリタイアせずに進んでいきます。早いやん。すごい早い。よく頑張ったね、空かけるではグラグラ揺れるコースから一本の棒の上を歩くコースまで18種類の体験ができます。一方ななみちゃんのお兄ちゃん小太郎くんはどんどん進んでいきます。おいパパ早く。よっしゃ、お兄ちゃんも行くよ。お兄ちゃん2周目行ったね。すごいね。ナナは1回だけでいいね。、うん、みんなそう思ってると思う。最初は泣いてばかりいたななみちゃんでしたが、途中からはお母さんを応援するまでに。よいしょ。頑張るよ。親が子供と同じ目線でチャレンジすることで子供の成長を実感できるほか、勇気と知恵で攻略する達成感を味わえます。ななみちゃんゴールまであと少し。どうやったのやちゃん。どうやった？楽しかった。楽しかった。最後は楽しかったね。いやーよく頑張ったね。お兄ちゃんなんであんなに早く行けたの？もう慣れたから。慣れた。最後のコースではまるでターザンになった気分を味わえるジップラインを体験できます。ね、できたね。思い出できたね、もちろんね、ゲームも家の中でやって楽しいですけど、こうやって外に出て自分の力で踏み出してクリアする、そんな体験は、ね、なかなかできないことだと思いますので、この夏ぜひ一度は来て体験してもらいたいと思います。ちなみに空かけるの施設の隣には源泉かけ流しの温泉施設すずらんの湯があり、汗を流した後はゆったりと温泉を楽しむこともできますよ。